ね、やっぱり実際まで食い合ってる部分はあるのはあると思うんですよ。ああ、まあもちろんそうですよなね。ので、そこで取られたっていう気持ちがあるのは重々理解はできるんですよね。けれども大きくはやっぱりその安倍内閣が持っている、どんどん小さな政府というかサービスを軽減させていって格差が広がっていき、かつリベラルに対するパターナリズムですよねっていう、そういう政治をやっているグループに対して、もう一個考え方はリベラルだし、やっぱりこの貧困格差の問題を是正していくっていう、このリスクの社会化っていう言い方をしますけども、セーフティーネットを強化していこうっていう大きなゾーンは共有しているはずなんですよね。そうこでこすよね。が立憲、僕は国民民主党もそこに属すると思いますけれども、そして共産党、そして令和新選組ですよね。そして他社民党もね、一応ギリギリ政党要件満たしたんですけども、こういうような政党っていうのがやっぱり一つのうまい連立を組んで政権構想を担えるような、そういう船を出さないといけないと思うんですよね。けどね、僕悲観は全然していなくって、これでね、要件が揃ったって感じなんですよ。つまり立憲民主党がどうしても頑張っても埋めきれなかったところを、やっぱりそこを救う人として山本太郎という人が出てきたんだと思うんですよね。やっぱり枝野さんの声がどうしても届きにくいところで、そこに本当にこの月末になって給料日前になると小銭しか持っていない、クーラーのスイッチを押したら電気代が気になって押せない、でそういうところにダイレクトな言葉を持っている人っていうのが、僕は山本太郎という人なんですよね。で、なので、立憲民主党の政治家の人たちはやっぱりね、率直に自分たちが届かないところに届いてる人がいるっていうことへの敬意を持った方がいいと思うんですそうよですね。よね。お互いに何て言うのかな、相手に対して身構えて脅威だと思うんではなくって、協力関係を持つパートナーっていうかな、そういう感覚をお互いが持てた時に、ここの勢力は僕は大きなゾーンとして機能すると思うんですよね。それに候補者も全て例ここのトゲトゲのところをですね、鳴らしていくんですかね。で、暴走しないようにしていくっていう、その相互作用が必要だと思うんですね。そのためにね、相互リスペクトみたいなのがとっても重要で、枝野さんにそれが山本太郎さんにできるか、山本太郎さんに枝野さんに対してそれができるのか、多分この党議デモクラシーの代表的なのは山本太郎さんだっていうのが見えたと思うんですが、今回はこの立憲民主党の隊長っていうのがあるので、枝野さん、僕ね、ここにちゃんと踏み込まないと、やっぱりそのご自身の立場とかね、求心力をどんどん僕失ってっちゃうんじゃないかっていう懸念があるんですよね。なので僕は枝野さんは政治家生命がかかってきたんじゃないかって思ってるんですよ。で、ここをやっぱりまとめる力っていうのを見せ、もう一回物語を作れるかっていうのが、枝野幸男という人が政治家としてこのあとさらに大きな力を持てるのか、あるいは力をぐっと失っていってしまうのかっていう、僕は岐路だと思うんですよね。重要な岐路だなっていう気はしてるんですよね。で、頑張ってほしいので、そうしないと山本太郎だけでも難しいのそうもで事す実よ。なんですよ、多分。そうで、ですそね。こをね、率直にみんなが考えて、本当に安倍内閣に問題があると思うならば、そこの協調関係っていうのをどういうふうに築けるのか、そして私たちの参加型のデモクラシーっていうのを暴走しない形で確立していくのかっていうのが問われてるのかなと思うんですよね。本当に政権とかって話になってくると重要になってくると思うんですね。そこはやっぱりね、旧民主党の人たちの経験値っていうのは生きるはずなので、国民民主党だ、ね、なんとかだって争ってないでですね、その枠組みを、僕はね、一つの政党にならなくていいと思ってるんです。連立すればいいと思ってるんです。で、お互いただその間で政策が違っていても、協議をしながらリスペクトしながら大枠で合意して連立を作っていくっていう、その賢明さっていうんですかね、幅広さを持ってほしいなというふうに思うんですね。状況なんですよ。で、安倍丸はですね、もう沈もうとしてるっていうのが結構みんな分かっていて、でもなかなか沈まないですよね。あれなんでだろう。みんな沈む沈むって言ってるのに、いや、結構けど経済はですまあね、経そ済のは実質賃金がもうどん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 と、むしろ下がっていて、
本当にきつい人っているんですよね、うん、だから山本太郎がこれだけ浮上したんですよ。そうですね、うん、でそれが多くの人に見えてないっていうことなんだと思うんですよね、うん、本当にあと何百円とかっていう人が、うん、その預貯金ゼロ世帯が 30% 超えてるので、うん、そういう世界に言葉を届けないと、その実感を持った言葉をつかもうとしている政治家っていうのが出てきたっていうことなんだと思うんですよ。だからみんなこのまんまじゃまずいっていうのは結構よくわかっていると。けれどももう一個の船がないから、なんかこうマストにしがみついてるっていう感じなんですよね、沈んでいく。これがね、出航し初めてね、こう出航準備ができたっていう、僕は初めて思えたんですよね。山本太郎さんが出てきて、ただ僕は繰り返しなんですけど、山本太郎さんだけでは難しいと思ってるんです、うん、そこにもう一つやっぱりしっかりとしたもう一人のリーダーっていうのが必要だと思っていて、前回お話したときに言うと、田中角栄と大平正芳っていう人が70年代自民党でお互い全然違うキャラクターで全然違う出方をしてきたのに、こうパートナーだったっていうのは僕大きいと思うんですよね。で大平さんは田中角栄をすごい尊敬していたし、田中角栄も自分にない知性を持っているということで、大平さんをすごく頼っていた。でこういう関係性っていうのが、彼は派閥別々でしたから、お互い自分の率いている集団がありながらも同盟関係を結べるっていうのが、やっぱり70年代自民党の強さだったんだと思うんですよね。でこれができるかっていうのが案外これからの問題というか大きなポイントだろうなと思うんですよね。